まずは今シーズン2勝目、山口俊投手です。山口さん、はい、まずはこの東京ドーム、久しぶりのお立ち台となりました、はい、この景色いかがですか。いや、いつ見ても最高ですね、はい、そして今日7回途中1失点という投球でした。ご自身の投球いかがでしたか。はい、まあ、2アウトからね、毎回ランナー背負うピッチングでしたけど、まあ、なんとか、最少失点で抑えれてよかったです。そして山口さんは先週8回途中ノーヒットノーランのピッチング、今日も7回途中1失点投球、東京ドームのマウンドというのはいかがでしょうか。はい、すごい投げやすいですし、やっぱりこの、ね、内野外野多くのファンの方の声援のおかげでね、後押しされて投げれてます。さあ、これだけ多くのファンの方も集まりました。ジャイアンツ途中から加入しまして、ただこれで3戦で2勝ということになりました。今ご自身の状態、そして投球、今どのように感じらっしゃいますか。はい、もう途中加入ですし、僕自身結果勝つことしかないと思っているので、また一勝一勝、しっかりチームに貢献できるように頑張っていきます。さあ、多くのジャイアンツファンが次の投球ももちろん期待していると思います。改めて次回の投球に向けましても一言お願いいたします。はい、しっかりね、投げる試合はなんとかチームが勝てるように、全力で投げていきます。またこれからも熱いご声援よろしくお願いします。ナイスピッチングでした。山口俊投手でした。ありがとうございます。